にちは、みゆです。今回はジムニー好き100人に聞いた、街乗りメインだけどゴツゴツしたタイヤを履きたいという方向けのタイヤランキングになります。JB64 が発売されてから街乗りメインで乗っている方も増えたんじゃないかなと思うんですね。私も街乗りがメインでタイヤの知識全然なくて、 SNS でたくさんの方に教えていただきまして、で私だけが知るのにはもったいないなと思う情報がたくさんあったので、今回 YouTube でシェアしようと思いました。合計で118名様の、回答をいただくことができました。本当に今回教えてくださった皆様ありがとうございました。まず、タイヤを選ぶ上で HT、AT、MT っていう用語が出てきて、最初の頃さっぱりだったのでそこからちょっ と、説明します。1つ目の HT っていうのが基本的に、街乗り用ですね。で MT がオフロード向けでに作られたタイヤになっています。でその HT と MT の間が AT で、ちょっとした、オフロード砂利道とかですかねとかも行けますし、普通の街乗りとかでも問題なく走れる、タイプのタイヤになっています。で MT になりますとオフロードメインのタイヤになってくるので、街乗り用であれば AT の方がいいんじゃないっていう方も結構いらっしゃいました。ただゴツゴツするのでやっぱかっこいいなっていうところはありますよね。3種類ご紹介したんですけど、こちらも踏まえた上で、ジムニー好き100人に聞いた、おすすめタイヤランキング発表していきます。今回ですね、お一人様一票というわけではなくて、何票でも OK ですという感じでやらせていただいたので、票としてはかなり多くなっています。で、ちょっとね、一票だけっていうタイヤに関しては、今回はご紹介なしということにさせていただきまして、3票以上のタイヤから、発表していこうと思うんですけど、こちらですと、10位ですね、トップ10を発表していきます。では発表しますね。10位と9位は同率で3票になります。なので、9位ですね、9位1つ目が、デューラー MT674 です。もう一つ9位のタイヤが東洋トランパス MT です。そして、次が8位ですね。8位がマキシスクリーピークローラー4票です。はい、そして7位からちょっと詳しくお伝えしていけたらいいなと思っています。7位6位も同率で、7票になります。1つ目が東洋タイヤオープンカントリー MT です。オープンカントリー MT はですね、東洋さんのホームページを見ますと、オフロードを走破するパフォーマンスを実現、タフネス構造のアグレッシブなタイヤということですね。それもやっぱゴツゴツしていてかっこいいですね。フォロワーさんにコメントをいただいたところを発表しますと、一番はやっぱり見た目ですかね、デザインならこれというご意見ですとか、あとホワイトレターもあるのでその辺も気に入ってつけているっていう方ですとか、あとは、見た目はごついけど、アスファルト路面の食いつきがいいっていうところですとか、やっぱり
MT ということもあってオフロードも行くよっていう方も結構いらっしゃいましたね。あと軽いっていうところですかね。次は同率6位の、7票ですね。ダンロップタイヤグラントレック MT2 になります。ダンロップさんのとホームページを見ますと、オンロード考慮のホワイトタイプとマッド性能透過のナロータイプ、2種類あるということですね。ホワイトタイプとナロータイプ、今回は、ワイドタイプ、ナロータイプ関係なく両方合わせた、表にさせていただきました。こちらを皆さんが選んだポイントをお伝えしていきます。一番、多かったのが安いっていうところですね。お値段、お値段大事ですよね。お値段はですね、私が簡単にパパッと調べただけなのでもっと安いものがあるかもしれないんですけど、1本あたり1万1000円ぐらいでした、まあ、後で、お伝えするんですけど、一番高いと言われている BF グッドリッチのものですと1本あたり1万5000円ぐらいになっていたので、この辺比べるとやっぱり安いですよね。他の理由ですと、やっぱりMT っていうところがあって、オフロードでもしっかり遊べるからっていう、コメントもありました。で、山に強いってよく聞くっていう方もいらっしゃいましたね。はい、ではどんどんいきます。第5位です。第5位はジオランダ ATG015 です。こちらはですね、発表になります。横浜ですね。オフロード性能もオンロード性能も、SUV 向けオールテレーンタイヤということですね。オールテレーンのタイヤは初めて出てきましたね。皆さんが選んだ理由としましては、横浜タイヤ全体で、言えることのようなんですけど、結構安定する乗り心地がいいという方が多かったかなと思います。で、あとは、まあ、横浜タイヤさん安いとかコストがいいとかっていうところで、見た目重視っていう方ですとかですね、が多かったです。では次4位ですね。ここから票がかなりグーンと上がります。第4位がジオランダ XAT です。ジオランダが続きましたね。こちらが18票になっております。横浜タイヤさんのホームページには、よりアグレッシブなデザインを求めるエクストリーマーのためのオールテレーンタイヤということですね。見た目も結構ゴツゴツしてる感じしますね。かっこいいですね。そして、フォロワーさんがこのジオランダ XAT を選んだ理由ですね。ダントツで見た目重視な方が多かったです。めちゃくちゃかっこいいですね。で、次に多いのが乗り心地も結構いいですよっていうことだったりとか、あとロードノイズもあまりしないということですね。それから安いとのことです、ね、私が調べたところ1本あたり13,000円でしたね。まあ、確かにグッドリッチさんに比べたら安いのかな。もっと安いところあるのかもしれないですね。MT と AT のいいとこ取りっていうところもあるみたいですね。まあ、ちょっと燃費が気になるっていう方もいらっしゃいましたね。結構重たいみたいですね。14.9kg だそうです。先ほどお伝えしたジオランダ ATG015 の方ですと 10.1 になるので、まあ、軽いタイヤに比べたらちょっと重たくなるので、そういうところが気になる方にとってはマイナスになっちゃうポイントではあるかなというふうな感じです。
第3位です。こちらでですね28票入っております。発表しますね、横浜ジオランダ MTG003 です。はい、こちらはですね、かっこいい、すごくかっこいい、横浜タイヤーさんのホームページには、耐久性、タイマーモーションを追求しオフロードを堪能したい方へということですね。やっぱオフロードメインで作られているようです。フォロワーさんのが選んだ理由はですね、はい、圧倒的にやっぱり見た目の部分が大きいですね。で、2番目に大きいのがやっぱオフロードでも使えるっていうところが大きいみたいですね。で、ですね、ヘリの部分で遅いっていう方と、長持ちあんまりしないよっていう方が半々でした。ロードノイズはですね、どちらかというと気にならないっていう方の方が多かったですね。ただ気になるっていう方もやっぱりいらっしゃいましたね。MT なのでちょっとその辺はしょうがないのかなっていう感じはするんですけど、あとは乗り心地の部分で言うと、乗り心地いいよっていう方もいたんですけど、あんまり乗り心地良くないっていう方ですとか、あとは雨の日滑りやすいっていう方の方がちょっと多かったです。この辺は横浜タイヤさん全体に言えることみたいなんですけど、安さ、値段はそんなに高くないっていうところで評価している方も結構いらっしゃいましたね。このジオランダー MTG003 を選ぶ方はやっぱ見た目重視で、それ以外のところは割と多めに見ているような方が多いのかなっていうふうに感じました。2位を発表します。2位は、BF グッドリッチオールテレーン TAKO2 です。こちらは票が、30票になっています。 BF グッドリッチさんの、ホームページを見ますと、オールテレーン TAKO2、4×4 車両から、これの読み方合ってるのかな、SUV、コンパクト SUV など幅広い車種に対応。オフロード性能はもちろん、オンロード、ドレスアップまでオールラウンドに対応いたしますということです。見た目もやっぱりゴツゴツしてますね。これもかっこいいんですよね。はい、そしてこちらを選んだ方々の、コメントはですね、こちらもやっぱり見た目重視ですね。かっこいいもんな、見た目で選んでるって方がかなり多いです。あと丈夫だよっていう風におっしゃっていた方もたくさんいらっしゃいました。で、まあその丈夫さゆえにっていうところなんですけど、ブロックは減らないけどサイドの、ひび割れが起こるっていうことで、で劣化にちょっと気づきにくいっていうお声もありましたね。はい、ちょっと初心者の方には注意が必要な点ではあるのかなというふうに思いました。それからホワイトレターっていうところで選んでいる方も、結構いらっしゃいましたね。こちらがですね AT ということもあって、MT ほどはオフロードはいけないんですけど、林道ぐらいだったらいけるよっていう風に教えていただきました。とロードノイズですね、気にならないっていう方がすごく多かったです。この見た目でロードノイズが気にならないっていうのは結構大きいですよね。こちらはちょっとマイナスポイントになっちゃうんですけど、燃費の部分は、こちらがですね結構重たいので燃費は悪くなるっていう風にたくさんの方がおっしゃっていました。重さで言いますとグッドリッチさん 15.6 キロ、一
本あたり 15.6 キロということで、他のタイヤと比べてダントツで重かったです。2番目がジオランダ XAT で 14.9 で、まあ、今までお伝えした中ですと横浜ジオランダ MTG003 が 9.7 で一番軽かったですね。まあそれに比べてもう約6キロ重くなってくるので、4本になるとかける4なのでかなり差が出てきますよね。確かに燃費は気になるところですね。まあ、滑るか滑らないかで言うと両方意見ありましたね。滑るっていう方もいらっしゃいましたし、滑らないっていう方もいらっしゃいましたし、ちょっとこの辺は実際どうなのかなっていうところですね。やっぱり AT ということもあって街乗りならこれがいいんじゃないかっていう声も結構ありました。ついに第1位を発表していきます。第1位はですね、いきますよ、東洋タイヤさんのオープンカントリー RT です。こちらが46票です。圧勝でしたね。私もこの、オープンカントリー RT にしたんですけど、まあそうですね、進めてくださる方がたくさんいらっしゃったこともあってこちらのタイヤにしました。はい、こちらはですね、東洋タイヤさんのホームページを見ますと、オフロード性能とオンロードタイヤ性能を両立する新カテゴリータイヤということで、こちらがそうですね、RT っていうのを最初に、説明しなかったんですけど、マットテレンタイプとオールテレンタイプの間、いいとこ取りをしているタイヤでして、真ん中がタイヤを、横から見たとき、タイヤです。このタイヤの真ん中のところがオールテレーンになっていて、でこの端の部分がマットテレーンになっています。いいとこ取りしています。なので見た目もゴツゴツしていてかっこいいんですよね。で、こちらを選んだ理由はですね、皆さんのご意見は一番多かったのが、ロードノイズが気にならないっていう方がすごくいらっしゃいました。静かっていいですよね。2番目に多かったのが燃費の部分ですね。軽いから燃費は AT ともそんなに変わらないですよっていうことでした。そうですね、燃費それほど落ちないですよっていう風に教えていただきました。重さで言うとこのあたり 13.5 キロということで、まあ、一番軽いものに比べるとちょっと重たくはなるんですけど、重たいものですと15キロ超えたりとか15キロ近くなっているので、見た目がゴツゴツしている中では割と軽い方なのかなと思います。オフロードも行けるっていう方も結構いらっしゃいましたね。こちらはですね、私も実際に、オフロードを行ってきまして、泥の上をびちゃびちゃと言わせながら走ったんですけど、全然問題なく進むことができました。あとは、そうですね、私がこのタイヤを選んだ理由でもあったんですけど、ホワイトレターが、選べるというところですね。185ですとホワイトレターがついているのでこちらに選びました。やっぱホワイトレターは流行りっていうところもあるみたいですけど、可愛くてそれにしました。あとはそうですね、安いっていうところですとか、見た目で選びましたっていう方ですとか、持ちがいいですよっていう方ですとかもいらっしゃいました。はい、ではベスト10を発表しましたが、いかがでしたでしょうか。好きなタイヤ入っていましたか。
とかその辺もですが、まあ、知識も私あまりないので、補足説明とかコメントいただけたらすごく嬉しいです。で、こういった、フォロワーさんにお聞きしてそれを集計してランキングにするっていうのは初めてだったんですけど、そうですね、すごく楽しかったです。いろんな意見お聞きできてすごく勉強にもなりましたし、あとはこのアンケートを取らせていただいた時に自分もその結果知りたいですっていう方も結構いらっしゃって、そういうのもすごく嬉しくて、はい、今回この動画にできてそういった方のためにもなれたらいいなっていうふうに思っています。今後もこういった感じでランキングとか、一緒に作っていけたら嬉しいなというふうに思っているので、もしこういったランキング見てみたいなっていうのとかあってもコメントいただけたら嬉しいです。では本当に100名以上の方にこんなにたくさん、教えていただけるとは思っていなかったんですけど、たくさん教えていただきましてありがとうございました。以上です。みゆです。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただけるとすごく励みになります。